広子州は中国にかつて存在した州随代に現在の安記章安慶一一帯に設置された南朝張により設置された陳樹を前身とする。方形の乱の時、進む広子軍に陳樹が置かれ、章継が陳樹志士となった。樹春が討議に占領されると陳樹は余州と解消された。555年。 北西の義堂の正規が南朝張の進む広市城を落とすと、余州は、広州と解消された。576年、南朝鎮により広州の進む広市軍、甲包津軍、震災軍が分割されて、鎮守が置かれた。583年、隋により鎮守は、広市州と解消され、三軍四県を管轄した。隋が軍政を排すると、広史州の族軍の進む広史軍、 孔堤軍、大神成軍は廃止された。607年に州が廃止されて軍が置かれると、広志州は道安軍と解消され、下部に五県を管轄した。随代の行政区分に関しては下表を参照。621年、党により、道安軍は、ノブル州と改められた。742年、ノブル州は道安軍と解消された。五十七年、 道安軍は、正統軍と解消されたが、道安県は、霧条県と解消された。758年、正統軍は、ノブル州の省に戻された。ノブル州は、歪南道に属し、概念、太古、宿滅、暴行、霧状の五県を管轄した。1147年、南宋により、ノブル州が、安慶軍と改められた。 1195年、安慶軍は安慶府に昇格した。安慶府は、歪南に指示に属し、海寧、霧城、太古、宿末、暴行の御県と、同安官を管轄した。両所洋王藩伝、北西書、文信の定期、陳所選定期、随所チリシ旧当所チリ資さん、宗主チリシありがとうございます。